ユズオンリーファンの皆様、こんばんは。オメガ、羽生結弦は引退しないとほのめかしている。新華社通信、東京、7月3日。日本のフィギュアスケートスター、羽生結弦は最近、引退の噂に応えて、今シーズンも良い結果を出すために努力し続けることをほのめかした。共同通信によると、羽生結弦は日本スケート協会のウェブサイトで短いメッセージの中で、今シーズンもより高い目標を目指して頑張っていきますと語った。2014年と2018年の冬季オリンピックで男子シングルスの2連覇を達成した羽生結弦は北京で4位に終わった。5月27日、羽生結弦は千葉県の幕張体育館で開催されたエキシビションマッチに参加し、北京冬季オリンピック後、初めてアイスリンクに登場しました。しかし、彼はパフォーマンスの後、フィギュアスケートのキャリアを続けるかどうかについて、何も言わなかった。羽生結弦、より高みを目指して、新たなシーズンに向け、コメント。フィギュアスケートの羽生結弦選手が、日本スケート連盟のホームページに、今シーズンもより高みを目指して頑張ります、と、コメントを出しました。フィギュアスケート男子シングルの羽生選手は、3連覇を目指した北京オリンピックでは4位でしたが、4回転半ジャンプに挑むなど、第一人者として、存在感を示しました。その後は世界選手権を欠場したものの先月にかけてアイスショーに出演するなど精力的な姿を見せていました。日本スケート連盟は1日、ホームページで新たなシーズンに向けた各強化選手のコメントを発表しました。このうち特別強化選手の羽生選手は今シーズンもより高みを目指して頑張りますと新たなシーズンに向けた抱負をコメントしました。この問題に対する外国人ファンの反応は以下の通りです。1、その通り。羽生選手は歴史に名を残す。いや、もう残しています。その演技、スケート愛を貫く生き方は、人々に勇気と希望をもたらし、その魅力は例えようがなく、国も人種も超える。感謝しています。これから先も、ずっと羽生選手を見守り、応援します。宝石よりも、月より星より美しい羽生選手の演技を、ずっとめでたい。2、実際に、100年後、200年後、フィギュア史が振り返られるとき、スポーツが語られるとき、羽生結弦の名前は、記録だけでなく、華やかで感動的で、人類史上最も美しい記憶となって、語り継がれていると思います。それは、フィギュアスケートの変革であり、北京で見たような一アスリートの記録を超えた、驚異的な人々をつなぐ力であり、心震わせあるいは光を与える、美しき奇跡の存在の記憶となるでしょう。羽生結弦という歴史を刻む存在と、リアルタイムで生きられる幸せ。羽生さんのもたらす功績と光が、羽生さんご自身の幸せにつながっていることを、心から願います。3、羽生結弦選手から、今シーズンも頑張りますという言葉を聞けるだけでも、よしとしないと、まだまだ羽生結弦選手の現役の素晴らしい演技と滑りが見れるのは、本当に嬉しい。まさに歴史上の人物。世界のレジェンドだね。次回の五輪についてのコメントは、まだないけど確定したら、また、羽生結弦選手自らの口から発表があるでしょう。昨日は、ネイサン・チェンが、素晴らしい滑りで、有終の美を飾った。今後は、大学に戻って、学問に集中するとのこと。次回の五輪で、また二人の素晴らしい共演が見られると素晴らしい。二人の素晴らしい活躍を、今後も期待して、楽しみに待ってますよ。4、私も彼がレジェンドだと思います。それは、彼の輝かしい記録のためだけじゃない。これだけ世界中の人々の心を捉えるアスリートがいるでしょうか。ファンの数だけじゃない。羽生選手は人生を変えるくらい深く人の心をつかみます。一アスリートでありながら、アイスショーで見る人を泣かせる演技ができるスケーターがいるでしょうか。それが彼の存在価値と言える力でしょう。私自身4A に興味があるのではなく、羽生選手が今のモチベーションとして追求している技だから、成功を見たいです。高度な技に惹かれて、この競技のファンになったわけではありません。スケーターとして、羽生選手の技は、総合的にトップだと思います。でも、彼が今まで新しい技に次々に挑戦し、進化を遂げる中で見せてきた別格なストイックさ、正しさ、純粋さ、賢さ、人や社会に対する献身、スケート以外への私欲のなさと、比類なき生き方そのものにこそ、心をつかまれるのだって思います。5、本当にそうですね。すでに1アスリート、1フィギュアスケーターという枠を飛び越えているのかもしれません。五輪放送サービス CEO は、スポーツの枠を超えた存在、国や文化の壁を越えて、世界の人々を一つにつなぐ、唯一無二のビッグスターだ。多くの問題、分断が起きる現代で、前向きな雰囲気を生み出している。彼のような選手が、もっと必要だと述べたそうです。私たちは、本当に歴史上の人物を目にしているのかもしれないですね。6、ソチ五輪だけではなく、平昌五輪の金メダリストも、ここ数年次々と競技の場から姿が消えました。羽生選手は、27歳。男子シングル選手として、あの高難度構成で、去年年末の全日本を制したこと自体が伝説です。ファン一人として、スケート界の危機開会な現状からにして、現役続行をすごく喜んでいる気持ちは、正直、湧いてこなかったです。少数派でしょうが、やり残したことがあれば、フォーカスしてやればいいというスタンスですね。ファンのためだけに、苦しい思いをさせたくない心情です。
幸せになってほしいと心底から願っていますから。7、点数では、ネイサン・チェンに抜かれて、北京五輪でも実力発揮できず、メダルを落としたけれど、羽生結弦が、未だに点数評価だけでも、世界第2位の記録保持者であり、上の評価とは別として、世界のフィギュア界で、羽生結弦への評価は、世界第1位の関心を持たれる存在なのは事実だ。歴史に残ることは、間違いないでしょうね。8、現役選手にして、歴史上の人物と言わしめるのも、羽生選手ならではですね。彼の競技への姿勢と行動には、学びが多く珠玉のプログラムとともに、私の記憶に鮮明に残り続けています。数々の記録を打ち立ててこられましたが、羽生選手の競技人生は、多くのリスク選択の上に築かれたと理解しています。更新される歴史が、共有できることを喜び応援するとともに、惜しみないサポートが続くことを願っております。9、マリニン君は、4A なんて簡単です。僕は毎日飛んでいますと、絶対の自信を見せているし、ISU の全面的なバックアップ、コーチや練習環境まで加味すると、彼が先に完成させるであろうとこは、世界の 99%、ひょっとすると、羽生くん本人すらも予想しているのではないでしょうか。うろ覚えですが、北京の時点で、すでに他の選手の完成を予想していたと思うので、それは良いこととして、自分にとって、4名はとても難しいものですと、正直に心境を吐露する羽生くんが、苦難の果てに夢を実現できたら、羽生史上最大のフィーバーになりそうな予感がします。史上類を見ない、人々に熱狂と感動を与える、スケーター。彼のことは、永遠に忘れないし、歴史に刻まれる人物だと思います。10、日本スケート連盟に所属するアマチュアの選手としての使命を全うし、その美しくも、テクニカルな演技で人を魅了し、それだけでは終わらず、人様に幸せをもたらしている他の選手からも尊敬を集め、先に行われたアイスショーでは共演したアーティスト、構成を担当するスタッフや、カメラマン、音楽監督の方からも一目置かれるような行動をとる、金メダリスト、国民栄誉賞、スーパースラムと、その受賞者として、決して恥じない生き方は、日本人として世界に誇れる日本男児であるということは、紛れもなく、そういう生き方をしている羽生くんだからこそ、彼の真髄が見て取れる、こんな先輩が日本にはいるんだと、子供たちには、ぜひ伝えたい人に伝えたい気持ちが、電気になると思うので、電気を書いてもらえる人物とは、まさしく、歴史上の人物。11、昨夜は、羽生選手の現役続行、カモに盛り上がってしまいましたが、早速、マリニンとの 4A 対決を煽る人が出てきてうんざり。マリニンは練習で何度も飛んでいる動画を公開しているし、アメリカもすでにマリニンがトップになるであろうと確信している様子。羽生選手は逐一そういう情報を集めているだろうけど、それでも自分自身を高めるために 4A を目指しつつ現役を続けたいと望んでいるのではないだろうか。日本の若手も高難度ジャンプに挑戦しているし、ぜひマリニンの 4A に勝つべく奮闘してほしい。それではまたいつも私たちの YouTube チャンネルを応援してくださりありがとうございます。そして、今日のビデオにも共感していただけたら、応援をよろしくお願いいたします。皆様のご支持を心から感謝しております。